あ、行きます。真夜中島の方です。真夜中島に行ってきます。あ、めっちゃ綺麗な島やんけ、これ。なんやこれ。なんやこれ。なにこれ。え、え、おしゃれー。え、綺麗すぎわろたやで、これ。タコ、これタコ。ねえ、タイムスリップ勢ですね。え、すごいな、この島。花綺麗。めっちゃ区画整理されとるやん、これ。やべえ。もう、綺麗。あ、どうも。どうも、顔、やばいっすね。顔色やばいっすね。大丈夫っすか、ね、なんすか、その、じょうろみたいなやつ。見たことないっすけど、とりあえず、お裾分け、いらないと思うんですけど、もらっといてください。白のバラとか、黒のバラが交互に植えてられてる。やばいね、ここ。半端ないね。家、こんな風にさ、なんか集合住宅にしてる。はぁ。うわ、洗濯物干しとか、そうだよ。で、この、水のね、これ、キュッキュッキュッって水出て、あーってね、俺にかかった水。ブロッコリーいるじゃん、ブロッコリー。巣箱とか置いてたり、すげえこれ。半端ねえな。これ自宅ですね、多分。で、自宅覗くのはちょっとやめておきましょう。プライバシーの侵害なので。知らねえ蝶々がいるけど。ね、エイブルシスターズとか、うわ、やばいな、この島。わかる？いいな。この床のね、床がここが変わってるのよ。住宅街の床って言って。で、ここからまた別の区画ね。公園とかかな、多分これ。ねえ、すげえな、ちょっとこれ。で、顔色でもやばいっすね、ほんと。顔やばいっすね、顔。顔やばいっすね、ほんと。もうなんかステッキいたで。コーデ2。何それ、ヌオーやんけ、ヌオー。ねえ、ヌオーコーデ、一瞬スライムかなと思ったけど。あ、コーデ見せてもらえないですね。いろんなコーデあるんですね。ね、コーデ1。あ、1個だけでした。もう帰る。ありがとう。ありがとう。掲示板に落書きさせて。ごめん。待って。落書きするね。落書きしてくるわ。書いちゃおう。ダイダラのサイン。ね。よし。ダイダラのサインです。これ、皆さん。よし。これでいいか、ダイダラ。ダイダラサインね。何書く、あと。ね、何、ヌオ書く、ヌオ、ヌオ、ヌオ。ヌオ。ヌオ、ヌオ。はい。ヌオ、これ。よし。大事にしてくれよ。いくよ。よし。よし。うわおわ。もう一回やろう。ほい。オッケー。ありがとう。帰るわ。またねー。じゃあねー。はい。ついつい。この方の島です。行きましょうか。お花が、めっちゃありますね。雑草がすごくないですか？え、掃除した方が良くないですか？あ、これ、あ、俺の方が飼ってるかもしれないですよ、これは。もしかしたら。着水。着陸いたします。行きましょうか。あ、どうもこんにちは。来たよ。とりあえず、あ、お土産置いとくね。お土産。はい、これお土産。はい、見てくるね。なるほどな。ビーチ。てかマップ見るか。これイースターのベッドだ。雑草がやべえな、でも。マップ見ようぜ、マップ。まずこの島の全域。あ、なんか待って、奥の方やばくね。奥の方、え、自宅やばい。自宅やばくないですか。自宅、え、行こうぜ自宅。え、待って、この橋、高え橋じゃんけ。ま、なんだ、いい橋だな、この橋。いい橋ですね。橋だけど真ん中渡っちゃったよ。え、待って、え、なにここ、なにここ、え、おい、何が起こってんだ、ここ。めっちゃ、え、作っとんな。タヌキいるし。いい？入っていいかな。あ、ダメかな。入ったよ。いいっぽいな、これ。いいっぽいな。こんにちは。
すいません、今負けてる俺。まあ、まだみんなまだわかんないよ。俺の方が勝ってるかもしれないから、家の中。え、汚っ。今虫いたぞ今。虫飛んでたぞ今。待って、今日の晩ご飯なーに。家庭、あのなんか引っ越ししたての家みたいになってるけど、家財道具がシンプルですね、ほんと。いや、まだわかんないぞみんな。いや、ビビった。いや、怖い怖い、このし、この部屋何が、これ何、これこれ模型、これ竜宮とかサソリ怖っ。サソリ怖い、あれサソリ恐ろしいな、あいつまだ出会ったことないからね、サソリは。あ、音楽部屋、音楽室ね、ここはまだ作りかけね。演奏してみた、俺の唾液つけとくわ。ペロ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 。行こうぜ。プラズマボールある、スイッチ。え、めっちゃおしゃれやんこの部屋。いいね。でもテレビがないですね、テレビが。ちょっとテレビ次までにね、見つけといてね、テレビ。スイッチつけた。テレビ置いてスイッチできるようにしといて、モニターがないから。いや、でも家は、まあ、まあ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 だね。まだまだわかんない、みんな。まだわかんない。マップのね、見てる感じ。え、これどう、これ。うわ。うわ、なんだこの滝。うわ、二段滝か、これが噂の。待って、あそこに怪獣いた、今。え、赤いぞ、この怪獣。うちの怪獣より強そう。うわー、マジか。ハートの池で満足してるダイダラとは違うなって。いや、ほんとそうだ。あ、見て、ここ俺のとこと一緒みたいな感じになってるね。え、滝、住宅街見に行こうか。住宅街、これが住宅街か。いや、もう、あ、住民寄せ集めましたって感じですね。あ、でも住宅街は俺の方があれですね、勝ってる感ありますね。これはよかったわ、もう圧勝かもしれない。あ、でもここ見て、島の入り口の石畳、ここ、うん、石畳、あ、なるほどね。ああ、石畳でやってんだ。何この豚ちゃん、うちのアグネスの対となる存在じゃん。ね、豚ちゃん。いやー、なるほどなるほど。まあいい勝負ですね、これは。いい勝負だ。じゃあ皆さんに判定してもらいましょうか。どっちの島の方がすごかったですかね。いや、なんかやっぱ住宅街のあのところを見てほしいかなって思いつつも、まあ、向こうもね、やっぱ滝のところとかがやっぱすごいかなって思いつつって感じでしょうか。リスナー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 、まあ、あの、あれですかね、6対4ぐらいで過労死で負けてとこかな。じゃあ、ありがとう。またね。モッスン島だって、よろしくな。わ、これは俺勝てそうじゃないか。勝てるぞ。アテンションプリーズ。いや、でもしっかりとフルーツあったり、お花、ほら水あげた跡があるからね。水あげてんだね。たぬき商店は近くにある。家になんかそれぞれお花畑用意してあげてる。ちょ、細かな気配り、そしてタランチュラの量。なんだこれは。タランチュラ、タランチュラアイランド引きましたね、あなたね。よいしょ、これ置いとこ。じゃあお土産置いてこうね、まず。やべえ、タランチュラ、タランチュラ、ちょ、待って、タランチュラ、長ーい、タランチュラ、やべえ、タランチュラ、タランチュラ、タランチュラやばいっすね。地図見ますね、地図。さあ、地図、あー、この辺に住民固めてるんですね。ね、スパークとか、ラッキーいるじゃん、ラッキー。ね、トンファン、ピーチク、ピーチク、パーチク、などなど。全部このちっちゃいところに全部まとめてる感じでしょうか。よし、島じゃあ見させてもらいますね。見させてもらいます。行ってきます。まず各住民の家にあるこれですよね、花壇というかお花畑。そういうプレイング周りなのよね、それぞれの家に。で、みんなよく見たらね、家にちゃんとね、リース飾ってるっていうのがわかると思うんですけど、これ住民たちに対してちゃんとね、プレゼントでリース配ってるっていう細かな気配りが感じられますね。これ自宅ですかね。
ねえ、見ていいかなこれ。ねえ、どうしようかな、どうしようかな、うわどうなるんだ、文字を入力して、どうぞ。やった、よし、見ようっと、やったぜ。さ、これだな、なるほどね、自宅。しかもスイッチ、これ動物の森モデルやし、これこ、え、コーヒーのやつ、エスプレッソのやつだっけ。ねえ、洗濯、あれ洗濯機、洗濯機、え、こんな家具あるんだ、洗濯機。え、洗濯、洗濯板もあるのに。新しいものと古いものどちらも大事にしてるって感じですね。火止めとくね。え、ちょっと待って、炊飯器、やばい、炊飯器、冷蔵庫、なんかあるかな、こういう感じか。ほうほうほう、あんま食材ないっすね。綺麗な部屋ですね、おしゃれですね、なんというか部屋がおしゃれですね、うん、いい部屋ですね。うわ、なんででっけえこのクマ、なんだこいつこんなんあるの、これ完全自分の部屋やん。桜のあれだ、あれもあるし、全体的にピンクにしてる。サーキュレーターもある、サーキュレーター、止めといたろ、動かそう。あー、あー、俺のスカートがめくれちゃうね。じゃあベッド寝るね。あ、いいね。みんなほら、俺のスカートの中、暗黒世界、暗黒世界これ何、ソフトクリーム、あ、ライトなんだこれなんかわからない。で、ここはあれですね、イースター系シリーズを置いてるって感じでしょうか。ほら、ほら、ジャンプできる、ジャンプ、これ切り替えたんだ、へえ。このコンポ高いやつじゃん、出た、高級コンポだ。大好きが上がってる、いい曲ですよね、この曲。じゃ行こうぜ、いい曲だわこれね。ちょっとお花畑、電柱とかもあったりして、ええ感じですね。じゃあちょっとなんかいろいろ見ていきますね、ここからは。で、今ヤシの木埋めようとしてるとこなんやな。あ、じゃあなんか今回あれ、俺がね、あげたフルーツとか特に、もしかしたら前週まだ持ってなかったかもしれんから、これはね、いい感じかもしれないです。果樹園ここに整えてるんでしょうか。上どうやってんの、上。え、上どうやってんの、上。え、上行こう、上行こう。え、なにこれ、え、このアイテム何これ、五重の塔みたいな。え、なにこれ、こんなアイテムあんの、五重の塔みたいなアイテム。え、こんなんあるんだ、外に置けるアイテム、五重の塔。え、待って、なんか、え、ちょっと高い橋かけてんな、何があった、キャンプ地この奥。うわ、バーベキューセットまで完備してるし、焚き火まで用意してる、ね、お花のがしっかり植えてるよね、パンジーとか。五重の塔いいな、五重の塔。え、何これ、釣り、あ、立てかけてるんだか、あ、釣りを立てかけて、そんなね、おしゃれアイテムにするなんて、それは、ちょ、俺も座らしてよ、俺も座らしてよね、俺も座らしてよね、俺座れないんだけどなんてこと、一人用なんだぜみたいな。で、ここ何、マヒタ橋かけてんの今。夜分遅くに声かけていただきね、あ、達成したんだ、もうよかったね、橋かけてよかったね。ここ明日橋かかんのね、橋の量すごいね、この島。え、これいい島だねえ、島クリエイターがないなくてこのクオリティ出してんの、やばくないですか。え、待って、あるの、島クリエイター、橋しっかりかかってんもんな。なんかポップコーン作ってる、なにこれ、いちご、いいね、ピンク色の、電話赤色だし、なかなかいい島ですねこれね。え、住み心地良さそうですね、ここも。あ、灯台置いてる、ここに。でかくないこの魚。いやー、なかなかに見応えがあるいい島でしたね。やっぱでもまだこの辺とか、やっぱあれかな、橋がかかってなかったりとか、島の地形とかがで今後変えていくって感じなのかな。で、春を感じさせてくれたりする。で、観光地も多かったり、キャンプサイトのあたりのね、作り方がめちゃ良かったっすね。カイト5歳。バイバイ。
さあ、ありがとうございました。帰ります。すげえじゃん。